最近驚いたのは「週刊文春」と「週刊新潮」が中吊りやめちゃうと。そうですね、電車の。びっくりしましたね。あれはびっくりしましたね。あれはまあ電車の楽しみでもあったわけだけど。いや、そうですよ。なんかちょっと寂しいなと思います。寂しいですよね。あれ見て買おうかどうかとかいつも考えたりとか、こんなことあったんだとか。ところが今駅の売店でも週刊誌とか雑誌が割と冷遇されてるんですよね。前はその発売日っていうか大体前面にですね週刊誌がずらっと並んでたんですよ、棚田組でね。ところが今はもう食べ物とかさ、そういう飲み物とかそういうのが主流で、雑誌なんか横の方にね置かれてるんですよね。だからその中吊り見て買うっていう人も少ないとかね、確かに言ってましたけど。スマホ時代ですからね。ちょっと電車の風物詩としては欲しいですよね。欲しいですね。まああれそんなに高くもないんですよ。そういう意味では。掲載料はね。まあもちろん電車によっても違うし、どんだけやるかにも。じゃあ JR 東日本全部とか言ったらまあ大変なわけですけど、じゃあ山手線だけとかね、地方線も入れるとかね、そういう値段違うんですよ。だからまあでまあ。やればいいと思う、やってほしいんだけど、まあ今電車でなんかこうなんですか、ネットでやるのありますよね。液晶みたいな、液晶みたいな、あれの方がまあその要するにですね、もう一つその広告会社の方がですね、あれいちいちこうで電鉄会社やらなきゃいけないじゃん。人がやらなきゃいけないですからね。人件費が結構大変らしいんですよ。そうかもしれないですね。あと印刷したものを持っていくわけですからね。持ってってこう自分でこうパッとやらなきゃいけない。流すんだったらもうそれ必要ないからね、その方がいいという判断もあるらしいんですよね。だから中吊りそのものがあんまりまあ特に雑誌のね長く置いてるのは別ですね。デパートとか結構長くやってるのもあるから、だから1週間で買えなきゃいけないから結構大変らしいですよね。なるほどね。ちょっと残念、寂しいですよね。残念ですね。結構楽しみだったんですけどね。そうそう、楽しみですよね。タイトル、とんでもないタイトルつけてるからね。そう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 、本当かと思いながらね、買って騙されたっていうのがやっぱり。騙された。そうそう。それは大したことねえじゃん。いや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 。花さん時代もだいぶ買いましたよ。あれはね、あれは雑誌の本体の締め切りよりちょっと早いんですよね、締め切りが。あ、なるほど。だからそのタイトルが変わることもあるし、なんか月曜日あるいは日曜日の夜かなんかに大事件が起こったりすると変えなきゃいけないから。なるほど。中吊りと本部と違うとかね、それは時々あったですけどね。あれはちょっと本当残念ですね。